こんにちは、キユウです。今日はこちら花貴婦人のピンクカレーというレトルトカレーを食べてみたいと思います。でこれは鳥取県で作られているレトルトカレーなんですけれども、色がですねピンク色のカレーなんですね。鳥取県限定らしくて、ホームページからでしかウェブでしか買えない商品です。1個980円ですね。変わった色の食べ物が好きなので、またこういうのを買ってしまいました。パッケージはこんな風になってます。こちらに4人の女性が描かれているんですけれども、これが花貴婦人4姉妹という鳥取県のキャラクターだそうです。裏はこんな感じになってます。なんかすごく華やかなパッケージです。では早速作っていきたいと思います。お湯で3分から5分温めます。すごい綺麗なピンク色ですね。ピンク色といえばカービィなので、カービィの顔を作ってみたいと思います。はい、というわけで完成しました。ピンクカレーで作ったカービィカレーです。こんな感じになってます。すごく可愛くできました。では食べてみたいと思います。いただきます。今まで食べたことのないような風味がします。ちょっと説明するのが難しいんですけれども、でもカレーですね。美味しいです。肉の旨味が豊かなカレーですね。辛さは若干辛いです。中辛ですね。
目を閉じて食べたらこんな色のカレーを食べてるとは思わないですね。この鮮やかなピンク色の正体は鳥取県産の赤ビーツだそうです。免疫力を高めてくれて貧血や高血圧とかにも効果があるそうです。だから体にもすごくいいですね。鶏肉も入っていて美味しいです。ごちそうさまでした。このピンクカレーなんですけれども、すごく肉の味というかビーツの味なのかな。でもビーツってあんまり食べたことないんでどんな味かちょっとわかんないんですけれども、味で例えるとコンビーフみたいな、コンビーフの風味みたいなのがあって、で辛さ若干辛めですね。中辛、美味しかったです。見た目もすごく鮮やかなので見た目も美味しいですね。というわけで鳥取県の花貴婦人のピンクカレーを食べてみました。ホームページから簡単に買えるのでよかったらぜひ買って食べてみてください。